日本の皆さんおはようございますアメリカの皆さんこんにちはヨーロッパの皆さんこんばんは人生百年時代元祖ポートフォリオワーカーのマダムホーですポートフォリオワーカーというのはこちら小学館さんから本を出していただきましたけれども複数の収入を持つ人間ということなんですねパラレルキャリアとかデュアルキャリアというそういうケチなことを言わないで もっともっと多くの複数の副業そして複数の投資をしての収入源を確保しているということですこれを多分日本の人はようやく昨年のコロナパンデミック以来収入が急に減った または会社が倒産したそういったことでこの収入が1本だけっていうことはとてもリスクのある生き方だということに気がついたと思います。これはちょうど25歳の時に私が介護貧乏になってエリートから転落したそのことと全く同じなんですね。で多分私はもともと日本人100%純粋の日本人ですけれども私のことを理解していただくためには日本で働く 外資系のバリバリキャリアをイメージしていただくととっても分かりやすいかと思いますこの外資系に働くキャリアエリートっていうのは大体なんですけれども大学院を出てると初任給は1000万円を超えるんですねまあその1ドル100円換算での1000万円は超えますですけれどもその状態が一生続く安泰っていうことは外資系ではないわけですね。 どんなに収入が多くってもある日突然明日日から来なくていいいでででですす今日で終わりですお疲れ様でしたっていうことがありますこれはあなたが悪いとかじゃなくてもう社会とか業界がそういうシステムなんですね。ですから言われる側も言われた方もあわ分かりましたはいそれではっていうことでさっさと荷物を段ボールに詰めて帰るわけです。 ですから日本人の場合はこういう時にこの感情的になってこう相手を恨んだり妬んだりまたは「なぜなぜなぜ」とこう自己嫌悪になったりこう自暴自棄になるっていうことがあるんですがまあアメリカの場合は非常にドライな社会ですから「はいわかりました」ということで別にあなたが悪いんじゃなくて会社の都合でクビになるそういうのもちゃんとまあ労働あのー。 契約書書にも書いてあるわけですね、まあ、会社の都合で急に辞めてもらうこともありますみたいな感じがあると思うのでまあこれはドライに考えてください、まあ、そういうこの100%日本生まれの純粋な日本人ですけれどもまあ関西出身で 神戸のインターーナナショルルスクールから日本ではまだ当時リハビリとか脳科学という言葉が一般の人が知らない時にそれらを勉強するために高校からアメリカに行きまして、まあ、大学院まで行ってそしてエリートとして高収入で働いていたんだけれども実家の親が病気になって当時は介護介護休暇 とかっていうものがなかったので介護をしたいから休みくれって言ったらそれでアメリカの病院をクビになったというそういう経緯がありますまあ、そこで私が学んだことはここにもあるように複数の収入が大事なんですねで今もようやくこのコロナから日本の特に女性たちママさんたちがこう起業をしようと張り切ってるわけですねそれはもう大歓迎です 私の個人的な価値観では女性は働くべきだと思うんですね。専業主婦で家にいる子どもだけをやっているっていうと必ず必ず人生でミッドライフ・クライシスまたアイデンティティクライシスがやってきます。まあ、それがやってきているからこそ彼女らはじゃあ働こう何かママさん企業をしようと思っていると思うんですね。このミッドララライイイイフククシシススアイデンティティィっっててぞやっていうと今までは 誰々さんの娘さん、誰々さんの奥さん、誰々さんのママでよかったわけなんですがある日気がつくんですね。あれ私って誰なの私って何者私の人生何だったんだろう今まで何やってきたんだろうって必ずこれは男女、老若男女、古今東西多分誰でも一度は立ち止まって考える時があるんですよ。でもその時に 一家とか収入が1本しかなかったらちょっと自分探しでこのインドのガンジス川で沐浴をしたいとかヒマラヤの山に行きたいとかそういうことができないんですね収入が1本だったら。だけれども収入が複数あるまたは資産があればじゃあちょっとお仕事1年間。 お休みささせてくださいこのアメリカの大学の教授の言うサバティカルみたいなもんですねちょっと1年間お休みもらってちょっと研究し直してきますみたいな感じでこう世界を回ってそしてまたこう新規って今度新しい研究はこれをするみたいなのがこのアメリカの大学教授たちはできるんですけどもこの日本の皆さんもそういうことをできるっていうかできたのが去年の コロナでのこの在宅ワークとか、それだったと思うんですよ。あの一年間で、皆さん、今までの価値観がすべて。まあ、潰れてしまった、叩き潰されたというと、語弊があるかもしれませんが。今までの価値観とか、生き方っていうのを、全員が立ち止まって。振り返る良いチャンスだったと思うんですね。まあ、あの、百日間、クラブハウスをしました。で、そこでの永遠のテーマっていうのが。 ポジティブなマインドから、ポジティブな未来が開ける。そして、同じ状況下で、あなたが何を感じて、何を考えて、どんな行動を起こしたかで、人生決まりますよっていうことを、この百日間、ずっと訴え続けてきたわけなんですね。で、この今日から、日本時間の二千二十一年五月。うん、今日、何?。二十二日の朝、土曜日九時からは、このクラブハウスで毎週。 1> 1回土曜日の朝9時からこの続編をさせていただくんですが、まあ、今日はその iPhone を持っていない Android 系の方などのためにこうやって形に残しておこうと思いましたでこれはまあクラブハウスこれからお話しするクラブハウスの補足補修的な位置づけとしているんですがなぜこの「なんちゃって企業」とか「 投資でうまくいかないかというお話をちょこっとやりたいと思いますまあ私はもともと理系でこの外資系キャリアエリートイメージしていただくと私のことが理解できると思うんですね私の考え方とかなぜこうやっていろんなものに手を出していろんなことをやっているかというのはすべて外資系の人間だったら高級鳥でも明日その職がなくなるっていうこういう常に リスクと背中合わせで私たちは生きているわけですから必然的に投資に関する関心事とか税金に関する関心事というのは一般の日本の皆さんと比べてすごく高いんですね。じゃゃななぜこのなんちゃって企業ママ企業業ママ新 彼女らが失敗するか、多くは失敗します。そのことについてお話をしたいと思います。で、これは過去の本ですね。あの過去の本でまあ皆さんアマゾンでマダムホーで検索してくださると、過去の本はほとんど絶版になって、それこそ十円とか一円で売ってますから、あれぐらいあなたのお金で価値のある一円はないと思うので、まあぜひ買ってほしいんですけれども、人間ってね、三つの年齢があります。 3つの年齢まず一つは皆さん誰でもわかる肉体、ね、年齢ですねお誕生日が来ると必然的にまた1歳また1歳で年をとるこれが肉体年齢これは一応基本基準として知っておきましょうだけどあとの2つが非常に大事なんです。2番目に大事なもの精神年齢 3番目に大事なものがお金年齢ですから肉体年齢これは何をしなくてもぼーっとしてても時が経てば1歳2歳3歳って増えていくわけですね。でもこれがあなたの人間的賢さとは全然違うわけですよただ単に寝ててそのまま年食ってる人もいるわけですからやっぱり私たち人間が高等動物であるっていうことはいかに頭を使ってメンタルを鍛えて。 だからこその高等動物なんですね。で、そこで重要なのが2番目の精神年齢と3番目のお金年齢です。でまず本にも書きましたが、精神年齢はだいたい肉体。年齢から10歳から20歳引いたのが、その人の精神年齢なんですね。だからいい年をした。大人でもうじ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 やっている。ああ、ハイパーセンシティブパーソンだとかって言ってるのは全部。メンタル。 精神年齢が低いということですね。肉体は五十歳、まあ五十歳、三十歳、三十歳、四十歳、五十歳のいい年をした大人なのに、メンタル、精神年齢が十歳とか五歳の人々だっていうことですね。じゃあ次三番目。言っても一番大事なのがお金年齢なんですよ。お金年齢は多分多くの人はゼロ歳。お金年齢っていうのは自分が実際社会人になって働き出して。 そこから世の中にもまれてお金年齢というのが1歳2歳で増えていくわけですから多くの人はまあ大学22歳現役で出たとしたら肉体年齢からマイナス22歳を引いたのがその人のお金年齢。そのまま 働かずにすぐ結婚してできちゃった婚とかやってもうすぐ家庭に入ってしまった方はずっとゼロ歳のままいくら家計簿のやりくりあれはお金年齢とは私は考えませんお金年齢というのは自分で稼ぎ出してその企業でも投資でも自分で稼ぎ出して社会に揉まれてそこでの1歳2歳なんですねだからなんちゃって企業がほとんどことごとく こッテンパンにやられちゃうっていうのはここなんですよお金年齢が0歳精神年齢も5歳ぐらいの人がいくら肉体年齢が30代です40代ですって言っても負けてしまうのはここなんですねそれぐらいこの企業とか投資っていうのは非常に難しいですはっきり言いますけれどもまあお勤めしている会社員がこれがレベル1ですね だから働いてない方はレベルゼロで働いててレベルワンだけど企業で成功するっていうのはその上レベルツー従業員として働くよりも企業して働稼げるかどうかっていうのはそのワンランク上なんですよそしてさらに投資で勝てるっていうことは もう常に自分ののメンタルとの戦いこれがもう投資なんですね頭を使ってだけどそれよりも自分の心にどれだけ打ち勝つことができるか投資では2つの精神しかありません。強欲か不安かやっぱりみんなは欲があるからもっ,もっと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 って思う。でそれで相場とかがバーッと暴頭していく。 高騰していくあ今買わなきゃ今買わなきゃと思って買った途端に高値掴めで落ちていく今度落ちていくともう不安で不安でしてなくなあどうしようどうしようあもう元本終わってしまったどうしようどうしようって言って逃がすそこが叩き売り話した途端にまたそこから急に相場が上がるあけいこさんおはようございますけいこさん早くてですね <laughs> いつもありがとうございます恵子さんとは本当にもう長年私のリアルセミナーとか前の本を出してた時からずっとお付き合いくださってます恵子さんいつもありがとうございます。まあ、こういう感じでだからなぜなんちゃって企業とか投資でああいう人たちがことごとく古典ン,ンにやっつけられるかっていうと年は食ってます。肉体年齢は歳歳、はい、歳ででです50歳ですすすいい歳してますが 精神年齢がまだ五歳です。十歳です。お金年齢ゼロ歳です。だから赤ちゃんに。車の鍵渡して、車運転させますか。まあ、もうちょっとあれして、幼稚園の子供に。車の鍵を渡して、これ車運転してごらん。しないですよね。そこなんです。だから、なぜなんちゃって企業のママたち、その新ママたちとか。いろんな方たちが。もう一年以内で。 半,半数はやめますこの企業です頑張りますママ企業ですとか言っちゃって一年以内に半分の方をやめますこれは私の実体験人間観察経験からの話ですけれども半分の方は一年以内にやめてしまいますさらに投資の世界になるともっと怖くってそうですね私は FX 大好きなんですけど FX の世界っていうのは 9割の方が3ヶ月以内に資金の9割を溶かしててやめていきますもう一度言いますよ私の経験なんですが FX の世界っていうのはみんなねもうあのプータローの僕が1年でオクトレーダーになりましたとかってああいうものの YouTube とかああいう商材とか買ってよし私ももうこれ買ったら来週私はウォーレン・バフェットだ来月僕は ジジョージソルスだとかってみんな思って非現実的な夢と希望を抱いてその100万円とか150万円のママ企業なんか SNS 集客法150万円コースとかねこれで SNS FX あなたもこれで1年後には億万長者200万円コースとかみんなそういうのを買うんですよ別に私はそういう詳細が詐欺だということは言ってません私が言ってるのはそれを買う人の精神年齢とお金年齢が低すぎちゃったちょうど幼稚園の子供にあなたの BMW の車の鍵を渡してさあこれで遊んでおいでみたいなそういう感じだという例え話をしてるわけなんですよで実際に まあこれは統計私がテレビで聞いた統計なんですけどこの女性たちは「もうやりますまま企業やります!」とかって頑張るんだけども例えばそれで1か月10万円コンスタントに収入が取れる方っていうのは全体の1割と聞きました。で私が聞いたのは「今頑張りますもう来月月私はこれで月給月収100万円やります!」とか言っても。 1> 1年以内に半分がやめていいいくというそういうそ世界なんですですから皆さん分かりますね皆さんは肉体年齢は30代40代50代いい年をした大人かもしれませんがあなたの精神年齢が5歳児もうちょっとしたら「ああもうああママ」とかでもう泣いて泣きべそかいて「もうやめる!」ちょっとの挫折で乗り越えられない精神年齢が幼稚園児と同じまして お金年齢はゼロ歳一度も自分で稼いだことがありませんいやパートしました従業員しました従業員でやるのとね起業家オーナーとしてやるのとら全然違うんですよもしくは従業員パートでお金を儲けるのと投資の世界でお金を儲けるというのはもう運営の差月とすっぽんですそれだけの厳しい世界は誰も教えてくれないわけでしょ でこうやって皆さんはああいうすごく巧みなマーケティングシェフの私が SNS で1,000万円あれってねたった1回だけなんですよ。あれが 年年、十年,年続くかかどうか多分続いていない人々たちなんですねそれからいつも言うように「相手が何で儲けてるか知りなさい」「あなたの両目のまなこを開けて知りなさい」って私は何度も何度も言うあの人たちは「はい主婦の SNS 収穫法僕はこれで SNS で年商1,000万円」ああやってあなたに商材を売って儲けてる人たちなんですよ。 私が言う複数の収入でコンスタントに年収何千万コンスタントに資産何億っていう人々じゃないわけですはっきり言ってもしそういう人であればわざわざそうやって商材で売る必要がない私みたいなもんですよね私なんか教えるずっとタダで教えてたでまあ去年からとりあえず一ヶ月一万円ねみたいな感じで教えてる これなんですよ。もし私が他に収入がなくって教えることで儲けようと思ったらはい100万円200万円コース VIP コース300万とかってやるわけですよね。なぜまだまはそれをしないかなぜまだまはずっとタダで2012年から一生懸命タダでやり続けてたかっていうと本当に皆さんに教えたい社会の恩返しのつもりでやってたんです。だけど皆さん、 ただでやると本気にならないんですよただだとバカにして真剣にしないからみんなダメになっちゃうはいもう一度まとめますねなぜなんちゃって企業や投資でうまくいかない人々がいるのか原因は三つです一つ肉体年齢はいい年してるんですけど一精神年齢が肉体年齢とイコールじゃなかった 肉体年齢40歳でも精神年齢が5歳だったわけですね2番目肉体年齢とお金年齢に大きなギャップがあった肉体年齢45歳でもお金年齢が0歳だっただからそういう厳しさについていけなかったはい3番目ただで学んだら真剣にならないいつも言うんですがオープンマインド 真剣に素直にってありますがやっぱりねただだったらすぐに素直にまだまだいやそうじゃないああでないだからそうじゃないああじゃないって言うから今のあなたのままなんですさっきも言いましたね同じ状況下で何を感じて何を考えてどんな行動をするかで 全部人生変わってしまうんですねだから同じことを聞いてカチンとくる人ああとかっても逆上する人っていうのは多分図星だからなんですよ。図星で言われたから認めたくないからカチンとくるわけです。逆に人間的に成長できてオープンマインドで心が余裕がある方はカチンと来ないんですよ。あそういう考え方があるんだって思うんですね。 でこれも先ほどとかまか数時間前フェイスブックで数年前のあれをシェアしましたけど今あなたの手にないもの今あなたの手になくってそれが欲しいと思ったら今すぐあなたは感情思考行動を変えななきゃいけないけんですよこれも常に言いますけど今のあなたはこれまでのあなたの感情思考行動の賜物 結果なんですね全てこの世の中原因と結果なんですよ。だから今のあなたはこれまでのあなたの積み重ねでもし今のあなたの手にないもの例えば美貌であったり頭の良さであったりお金であったり財産だったりそれがないないから欲しいというのであれば今までと全く違うことをやらないとダメなんです。今今のののののああななたた銀行口座の金額それは今までのあなたの 感情思考行動の結果が今のあなたの銀行の資産だったり今のあなたの月給の金額だったりあなたの時給の金額だったりそういうもんなんですよだから今なくてだからママ起業して欲してい例えば月給100万円持ったことがない人がね月給100万円欲しいって思ったら 今までと同じ月給十万円と同じことやってたら、月給百万円なんて無理なわけですよ。やっぱりそこで、じゃあ、月給十万円のパートの人と、月給百万円以上の外資系の人間がポッといた時に、話をして、話が噛み合わないわけですよね。で、その話が噛み合わない時に、何この人、何こんなこと言って、カチーンと来ました。パーンやめました。それは、あなたがずっと月給。 10万円の人の人世界しかか知らなかったわけですよ月給100万円の人と話をして話がすれ違ってるえっすれ違ってるよと思った時にカチンくるんじゃなくて賢い人だったらあれ話が食い違ってるなんでなんで話がすれ違って話が合わないんだろうなんでこの人と共通点が合わないのここに気がつく賢さ 2番目そうするとあ多分もしかしたらこれが原因で私は今まで月給100万円が手に入れられなかったのかなやっぱり私のメンタルは月給10万円だったんだなで気が付く賢さこれが皆さん謙虚さって言うんですよ本当にこれが謙虚さだからダメな人っていうのは謙虚じゃないんですねカチンと来て「何クソ何言ってんだお前は!」とかって逆上するんです。 あもうメルマガやめますすす逆上しますそういうい人たちなんですよ、はいまあここまでですね今日本当に皆さんに伝えたかったのは同じ状況下であなたが何を感じて何を考えて何の行動をするかが大事だからなんちゃって企業女子なんちゃって投資女子の半分が1年以内で辞めて。 毎月コンスタントに10万円取れる人は多分全体の1割しかいないでもっと FX とかの厳しい世界だと9割の人が最初の1か月とか3か月で資金の9割を溶かしててやめていくんですよでこういう話を聞いてまたカチンと聞く <laughs> カチンと来る人は本当におバカさんなんですね。そうじゃなくって そうなんだ誰もこんな確率の話教えてくれななかかかったよねわりますか誰もこんな話してくれないだってこんな話したらそんな商材買わないでしょっていうかまあそれでもあ1割しか成功しない世界ねそれでも私はこの100万円200万円使って私は入りますっていう人は少ないわけですよだって本当こんなこと言っちゃったら商材屋さん多分儲からないですよねでも クルバハ,ハウスで白状しましたけど私なんか450万円払いましたこれは元ウォール街でバリバリで頑張っていたアメリカ人の男性に450万円払って1年間みっちりまあ教わっただけどそれでも彼は 僕に450万円払ってもグレース別に君がそれでお金儲かるかどうか保証はないんだよっていうことを言われて分かったそれでも私いいから教えてっていうことで私はその人からその450万円を払って全部自己責任だから1年後この本に書きましたよね1357の法則があるよだから私の場合ですけど450万円を元ウォール街の敏腕 トレーーダの方にお金を払っただけど1年目でようやくおぼろづきをですよ百5 0万払って来月は私は1億円ない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 年私でさえ1年かかってようやくおぼろづきをあもしかしてこのこと彼は言ってたのみたいな1年ですで今3年になりましたようやく私の本業の半額かなーって感じで私の本業っていうのは その東京とかで働く外資系キャリアの本業の金額ですから、まあ、本業の半分っていってもねえ多分普通の皆さんの月給以上の金額になるんですけどまあここにも書きました3年でようやく皆さんの本業の半分ぐらいで5年頑張って。 多分皆さんの今の本業と同じぐらいそこでやっと皆さんはじゃあどうしようこの本業をやめてこっちに行こうかな違いますよ両方キープしましょうね。 お金っていいうのは邪魔にならならんですよ。だから例えば本業で皆さんが仮に50万あったでようやく5年後こっちの副業とか投資も50万来たいいじゃないですか全部キープすれば一本一本ずりしなくていいんですよキープすればいいキープすればいいっていうことねそして7年後には多分あなたが見たことがない世界それこそがまあ下宿 100万とかその年収数千万とか下手したら億いくそういうのにいくのは多分7年後ぐらいの感じで超現実的に考えてくださいだからあのなんちゃっって企業ママ企業業とかいっぱいいぱますよねああいう人たちがことごとくお金を失って撤退していくのはこういう現実的なことを知らないからですよ。 私みたいにエリートから介護貧乏に転落してまた戻ってきてでその状態をずっと続けている IT バブル崩壊リーマンショック崩壊全部それを乗り越えてきて同じようなレベルでやってきている私だからこそ言えるで私の場合はそうやっても生活が安定しているので皆さんに皆さんからお金取らなくっても皆さんに恩返しでずっとただで2012年から教えてたんだけど。 ただで教えるとありがたみがなくて価値がわからないんですね。だからまあ去年ねあの安藤さん入ってくださったんですけど一応一ヶ月一万円気持ちだけ一ヶ月一万円もらって一生懸命頑張っているわけです。まあそういうことです。では皆さん結構さんも今日の朝九時朝九時結構さん iPhone のよね iPhone だったら朝九時にクラブハウス 来てくださいあ伊藤さんもずっと聞いてくださってありがとうございます今日のお話伊藤さんとは初めてなんですけれどもご参考になればいいなと思います、まあ、そういったことで周りのああいう商材ビジネスの方は皆さんに入ってほしいからこれで僕は1億円とかって言ってますそれはあの方であってあなたの保証はない全て保証はない。でまあ、今日のクラブハウスではじゃあどういうい人が このメンターを、いいメンターを引き寄せるのか、なぜ多くの人は、まあ、くだらないメンターにお金を払って、結局、両方とも沈没していくのかという、そういうお話をしたいと思います。はい、じゃあまた皆さん、後ほどお耳にかかります。ごきげんよう、さようなら。